ですか。すぐ。僕は乗せる前に売り切れた。売れたらどうしよう。いや、わかんないですよ。お借りしていいですか。で、去年、はい、中古で買って、で、中古で、仕上がってる。中古で買った時に、20回ぐらい乗ってたとかって言ってて、はい、で、昨シーズンの途中から乗ったんで、はい、その後10回ぐらい乗ったかなって感じなんですけど、でも結構なんか、そうですね、でもすごい板が仕上がってる。シーズン終わってから、はい、ワックスちょっと塗ってたんですけど、はい、ちょっと、まあ、売るのに、塗ってると状態見えないかなと思って。あ、なるほど。昨日それで入ってきたんですけど。そうなんですね。ありがとうございます。綺麗に仕上がってるなと思って。あ、綺麗な色だな。まあちょっとこの辺がガチガチしちゃってるけど、うんうん、これはもうあれですよ。うん、なんていうんですか、名誉の負傷じゃないですか。どうしましょう。おいくら前なんで。そこなんですけどね。どんな方に乗ってほしいですか。どんな方に、はい、結構、うん、そういうのを想像するとそういう人のところに行くんですよね。あ、うん、欲しいんすよっていう人が現れるんですよ。やっぱりあの子供のサイズになるんで、しかもやっぱ成長しながらだから、はいはいはい、どうしてもやっぱワンシーズンとかしか、うんうん、おそらく乗れない、まあちょっと長めに買って2シーズン、新品で買うとやっぱり結構高いから、はい、ワンシーズンでもその、サイズ、合うサイズのやつを買ってもらった方がいいかなと思うんで、いや、これでもいいっすね。下手に歪みもねえし。俺が乗ろうかな。乗っかな。ちっちゃい。いや、でも面白いかもしれない。急に噛んでくれて。って言ったら、もうタンがこんなんで、噛んで。確かに。あれですね。132ですね。32の31ぐらい。1.5 ぐらい。じゃあ、俺乗れねえな。やっぱり、板の方が負けちゃうもんな。ギリ乗れないかな。そうですね。でも、チタンが入ってなくて、これは練習にもいいかもしれないですね。ここで売ってるっていうのを知らなかったときは、はい、そのシーズン、次のシーズン前に、まあ、どっか中古のやつで出品、メルカリかなんかに出品しようかなと思ったんですけど、やっぱり状態が見れないで買うよりも、見に来てもらって、確かにそうなんですよね。状態見て、買ってもらった方がいいかなと思って。そうなんです。間違いないですね。これすぐ売れますね。いや、もう、あれです。間違いないです。すぐ売れます。でも、全然、あれですか、はい、状態としては、状態全然いいです。問題ない。はい。あの、さっきの裏の傷とかちょっと見えてるのは、そうですね。それは別にカップには。正直、これぐらいの傷であれば、そんなにびっくりするほど何かの抵抗になるってことはないですね。はい。みんなシーズン中はもうこれぐらいの傷作って走ってるもんなんで、割と。そうですね。エッジの欠けっていうのも見られないですし、それはもちろんガリってはありますけど。あと、あれですね、割とこういうジュニア系のやつってそんなに熱々としてないので、接着が別に甘いとかじゃないんですけど、うん、これぐらいのシリーズになるとやっぱり結構頑張る子がいるじゃないですか。うんうん、そうするとこのアンカーが浮いてくるんですけど、そのアンカーの浮きも見えないので、板の凄さなのか、状態は非常にいいです。はい。これで、いやでもいいと思いますよ。うん、はい。なんか5000円ということで。わかりました。あの、なんだろう、使わないものを肥やしにしとくような、なんていうんですか、やっぱり欲しかったんだよねこれっていう人に、うん、とか、あーすげえいいの入ったねっていうのをどんどん使ってもらった方が、うん、この子が喜びます。うん、いや本当にそう思います。
まあ、大人になって、まあ、もう身長変わんないとかって言ったら、うんうん、たまに古いの乗ろうかなとかってできますけど、うん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 、子供のやつはどうしてもサイズがもう合わなくなっちゃうと、でやっぱり取ってても筋力もやっぱり増えていくので、うん、部活とかいろんなことを考えると、うんうん、だからやっぱりその行くべきところに、うん、本当に壊れてるもんだったらしょうがないかもしれないですけど、うん、使えるのにっていうのはあるんで、うん、いいと思います、はい、はい。うちの子が、うん、その乗ってるやつを YouTube でやって結構その子供と一緒に見てる人もいるみたいなんで、うん、あ、そうなんですね、まあ、子供はこれ乗ってもらって、はいはいはい、まあ、もし親のが貼りたかったら親の板に貼ってもらえばなっていう。あれ、ホームはキューピットです。キューピット。あ、なるほど。これはあのスケボー今年からちょっとやり始めたんで、ずっとそれで作った。あの普通のオーソドックスなスケートですか？いや、サーフスケート。あ、サーフスケートなんですね。楽しいですよね。もう何回もそこでこけては、もう大腿骨の付け根を響いてますね。今年も2回。今年も歩けなかったんですよ。熱が出て。やべ、俺こんなかなと思ったら違う、響かーと思って。お預かりします。はい、お願いします。お願いします。綺麗にしてあげよう。で、ここで買ってチューンアップしてます。そうですね。いや、ありがとうございます。すいません、逆にありがとうございます。助かってます。最高の状態にしてもらって。そうですね、シーズンインということで。確かに腕が鳴るなで、これがチューンナップお願いしてたやつで、嫁の板と桃田さんの板、来年もエステラで、これ今ワックスは塗ってある状態だから、塗ってあります。シーズンの時に、はい、そうですね、活動性能を上げるんだったらやっぱりちょっと剥がしてもらった方が、うん、完璧なその平らではないので、でもあの抵抗がない程度に、はい、綺麗に塗り伸ばしてあるんで、なんだろう、シーズンインの時はそのまま乗ってもらってもいいかもしれないです。最初それこそまだ雪も暑くなってない時期だったらこのままの方がほぼ、うん、そうですね、うん、ほぼになります。あ、そうで、ちょっとこの辺の5ミリぐらいのところが、はいはい、グレーのこの多分ジュニアだけじゃないかもしれないですけど、ここがこういう風になってるんですね。少しそれは元々の作りが、元々なんですよ。これもきっとそうだと思うんですけど、岡坂でも何でもそうなっちゃったんじゃなくて、元々の作りがそうなんですよ。導入と要はしなりをここで持たせるためにちっちゃいキャンバーみたいなのができてるんです。でちょっといろいろ試行錯誤したんですけど、その5ミリぐらいのところだけどうしてもストラクチャーが入らなくて、それだけちょっと勘弁してもらえるのに。そうなんですよ。でここだけを当てようとするとベッと折っちゃうので、なるほど、はい、まあそんなに走りには支障出ないはずなので、ご了承いただければ。はい、わかりました。それはカットしなくていいです。腕悪いよっていうのはちょっと先に言っとかないと。だからよくパウダーボードでストラクチャー入れてくれっていうのがあったりするんですけど、パウダーボードのスプーンみたいな形状になってるじゃないですか。絶対変わらないです。平らなところに平らな、この辺、この真ん中、真ん中、その上、ガンガン重ねてください。俺のもそのうち重ねられてなくなってんだろうな。重ねられたらじゃあまた今度重ねにくるし、ね、マウントの取り合いを。マウント取り、そのうち重たくて開かなくなった。では行きますか。はい、ありがとうございました。いやいや、ありがとうございました。はい、遊びに来ます、また。世間話を。世間話はい、ありがとうございました。じゃあね、ずっと一人でずっと喋ってる。